河口付近の住民が軍用の神経ガスを吸入した時と似た症状を訴えている。調べてみると、この神経ガスは昔スターゲイザー計画が噴出を報告したもので、現在の所在地は分かっていない。上流の水質を調査し、近くの状況から毒の発生源を特定した。ドローンの調査で関与が疑われるキャンプを2カ所発見した。入手したサンプルはここで分析するといいだ。原因及び関係者は見つけ次第排除した。最後のサンプルを確認。ブラボー地点に移動してくれ。敵はすべて排除しろ。敵がこっちに向かってるとの情報が入った。科学実験の時間はおしまいだ。清掃チームが引き継ぐ。お前たちは任務完了だ。帰還してくれ。ここから脱出するぞ。異常なし。どうせ飛んじゃう。うわ。被害を受けてしまったが、一人でも帰還することができてよかった。